それではこちらの表題の論文について菅篤氏が紹介いたします。まず概要です。こちらは既存 のアテンティブセックトゥセックモデルを使用して、文法上の誤り検知のための、自然な誤り回ることができています。またその生成した訓練データを人手によって評価した場合に、人がその機械によって生成されたと判断できないような自然な誤りの文が生成できていることが分かりました。イントロダクションです。現在 その自動的にその誤り訂正するものの性能は実用するにはまだ低いです。で、この性能というのが、そのトレーニングデータによって制限されているということで、トレーニングデータを増やすことで性能は上がると思われるんですが、そのトレーニングデータを調達することが難しいです。で、そのトレーニングデータをその調達するというか増やす手法について、その、既存あります。で、ただこの生成したデータというのはその、実際の誤りと同じようなその誤りの分布でないとあまり有効ではありません。で、このようなその手法を使ったものに、既存の手法にこのレイさんたち その SMT を利用したそのモデル、SMT を使用したような研究があります。こちらが今 その生成した場合の、ステートオブチャートの研究になります。というわけで、続いてその生成する部分の説明について、提案手法の生成する部分の説明を行います。誤りを作成するために使用するモデルは、こちらのアテンティブセックトゥセックモデル、セックトゥセックモデルです。で、こちらのモデルに、形になります。で、こちらのモデルのデコーダー部分で、その出力する単語を選ぶときに、2つの方法で、単語を選択します。まず1つ目が argmax で最も可能性の高い単語を選択するというようなもので、もう1つがテンパラチャーサンプリングになって、そちらではその argmax では選択できないようなその、希少な、頻度の低い予防を選択可能になります。またこちらを利用することで確率分布に多様性を持たせることができるそうです。で、そのテンパラチャーサンプリングの場合はこちらのような式で、単語を選ぶようになります。で、こちらのタウの値を変えることで、多様性を持たせたような確率分布の誤りを生成できます。で、そのタイムサンプリングで、生成した結果の分なんですけど、デコーダーの各タイムステップ、各単語を出力する際に、一番良いものを選択、先ほど その式から選択したものを選択した単語を出力するというような手法になっていますが、この場合、文全体で見た時に、あまり良くない文が生成されてしまう可能性があります。例えば、1単語目ではその、2個目に2個目、2番目のところにある候補が最終的な結果を見ると一番いい出力になるみたいな、そういうことがあります。それに対処するためにビームサーチを用いて改善を行います。で、具体的にはその各タイムステップで N 個の出力方法を生成してそれを保持しておいて、最終的にそのリストの中からビームサーチを用いて最良の答えを求めるといったような手法になります。で、先ほどのような手法で、誤り部分を生成した後に後処理を行います。具体的にはこちら その編集距離を用いてラベル付けする、正しい単語にはコレクトを示すし、誤った単語にはインコレクトを示す i といったようなその2つのラベルを付けるようになります。で、このラベル付けしたデータはその、訓練するためのデータセットに用います。また、ここで、トレーニング時 そのノイズを減らすために重複した部分や5つ以上誤りを含む部分を削除いたします。次に実験条件についてです。誤り生成文に関して、
TS と、まあテンプレチャーサンプリングと、ビームサーチの実装についてはこちらのオープンソースの MT フレームワークを使用し修正して使用しています。また今回、TS のタグの値は 0.05 を用いています。で、訓練データセットにはこちらのデータセットを用いています。で、誤り生成部でその誤りを、作成するコーパスについてですけれど、こちらの3つ、ファーストサーティフィケートオブイングリッシュと、イングリッシュボキャブラリープロファイルと、シンプルウィキペディアの一部といったような、コーパスを使用します。また誤り検知部には、こちらの2つのモデルを使用します。標準的なバイオ STM モデルと、ステートオブこのモデルとしてステートオブチャートなセ、シークエンスラベラーニューラルネットワークというものを用います。で、そのモデルの訓練データセットにはそのアノテーションしてあるその FC データトレーニングセットと、今回の手法で、生成したトレーニングセットを用いて訓練します。で、評価のデータセットにはこちらのコノル2014のシェアドタスクのデータと、ファーストサーティフィケーションオブイングリッシュの一部を、用います。で、その結果がこちらのようになります。一番上のその3つが、既存の手法になっていて、それより下が、今回の手法になっています。で、こちらでその見てほしいのがこちらの、既存の手法のスコア と、今回の提案手法を用いた、その標準的なバイオリスティモデルで、誤り検知した結果を比べてみると、標準的なバイオリスティモデルを使用した場合でも、良い結果が得られていることが分かります。で、これはその今回の提案手法がその元のデータセットの誤りをより一般化できているということを示していると思います。また、さらにその良いモデルの SL モデルを使用すると、さらにそのスコアが、高くなっていることが分かります。で、今回その、コノルのデータこのように2014のシェアドタスクのデータセットと、シンプルウィキペディアデータセットっていうものはそのドメインが違うんですけど、そのドメインが違うのにもかかわらずシンプルウィキペディアデータセットを用いると、スコアが大きく改善するということが分かります。で、こちらの結果が FC とそのシンプルウィキペディアの、データセットの合わせた量とその F0.5 のスコアの関係を示したグラフになります。で、ドメインが違うものに関してでもその、トレーニングセットを増やしていくことでその、別のドメインの誤りをうまく検出できるようになっているということが、分かります。またこちらは、各 AM、TS、BS との、方法を、比べたものになります。こちらを見ると、ビームサーチの方法が一番うまく取れているということと、既存のベースラインよりも、良い結果が得られていることが分かります。ここからは、ディスカッションです。こちらに、生成した誤りの中の、どういうところが誤っているかというものを、調査したものになります。で、まずスペリングを見ると、まずこちらの FC が、人手ですで、にもう、アノテーションされて、公開されているもので、右側の3つが、EVP の、コーパスを元にして誤り生成して、生成したような、データになります。で、そちらを比べてみると、今回の手法の方がまずスペルミスのエラーの数が減っていることが分かります。また品種を見てみると、その、副詞や接続詞といったような、品種よりも、動詞や名詞といったような、一般的に多く使うような語について、使う機会が多いような語についてその誤りを多く生成していることが分かります。で、最後にこちらが、人手でその出力した結果を評価したものになります。で、どういうような評価をしたかというと、まず、FC のデータセットの誤り分と今回の提案手法で生成した誤り分を、混ぜて、で、人に誤り、機械で出力した誤り分を見つけてもらうというような、テストになります。で、その結果がこちらになっているんですが、どの3つの手法の中でどれも、精度が高くて再現率が少ないような結果になっています。ということで、その、
まあ、特にリコールなんですけど、その人工的な誤りをその見つけられていないデータが多いということで、より自然にその自然な文が生成できているというようなことが分かります。コンクルージョンです。言語学者のその言語の学習者のその誤りの分布を学んで、そのような誤りを生成するためのデータ増強手法を提案しました。で、標準的なバイアリスティームを使った場合でも、既存のステートオブジェクトの結果を上回って、さらにその ST モデルを使うことによって、まあ、より良い結果を得ることができました。また、そのドメイン外のデータセットの誤りを利用できることも実証しました。以上で終わります。